新選組島月前編。幕末混乱の世を武士として生き、武士として死んでいった男たち。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは新選組島月前編をお送りさせていただきます。浪士組誕生。幕末の世を駆け抜けた新選組、短い歴史でしたが、その鮮烈な生き様は未だに語り継がれています。しかしその出発から終焉までは決してまっすぐな一本道ではなかったのです。結成した途端に分裂騒動を引き起こし、その後も対立粛清を繰り返した彼らの紆余曲折の道程を見ていきましょう。ここからはナレーターさんに解説していただきます。安政7年1860年、大老井伊直弼が江戸桜田門外で強靭に倒れたのを機に、徳川幕府の権威は失墜していきます。幕府は朝廷との関係を強固なものにする公武合体政策を取り、この局面を乗り切ろうとしました。文久3年1863年3月、14代将軍徳川家茂が上洛し、攘夷について朝廷と嫌疑を図ろうとします。当時の京の都は尊王攘夷派による人情騒ぎが頻発し、治安が悪化。上洛する将軍の安全を守り、治安を回復するために浪士組を結成すべしとの権限がありました。この検索をしたのが庄内藩郷士の清川八郎でしたが、実はこの男がとんだ食わせ者でした。そうとも知らず、巷にあふれる浪人のエネルギーも吸収できると、この考えに飛びついた幕府は浪士組の募集を始めます。応募者には一人当たり10両の支度金が支給され、無事役目を終えて江戸に帰参した暁には幕臣に取り立てられる望みもあるとのおいしい話です。身分出自を問わず、小石川の伝通院に集まった者は募集50名に対し250名に上りました。そのうち正式に参加を決めたのが234名と大所帯になりましたが、これはなかなか画期的なことだったのです。それまでは何事も班単位で動いていたものが、初めて班と身分の垣根を越えた組織が結成されたのですから。京の都へ。文久3年1863年2月8日、幕府役人に率いられ江戸を出立した一行は23日に入京し、落成身分村の民家に落ち着きます。ところがその夜、浪士組の発案者である清川八郎は浪士たちに向かって、朝廷のための攘夷こそ自分の本心であると打ち明け、浪士組は徳川将軍ではなく朝廷の警護に当たってもらうと言います。おまけにどこでどう手を回したのか、朝廷より勅状、天皇の言葉の書状まで賜り、浪士たちに披露します。浪士組の大方の者は攘夷ならば同じことと清川に同意しますが、はいそうですかと行かないのは近藤勇、土方歳三、芹沢鴨たちの一派です。攘夷はいいとしても、将軍警護と聞いてやってきたのに朝廷を守るとはどういうことかと詰め寄ります。決着がつかないうちに3月になり、幕府の方でも清川の行動が怪しいと気づき、江戸へ呼び戻します。清川について江戻へ戻ろうとする者と、当初の目的通り京にとどまり将軍の警護につこうとする者と、ここで早くも浪士組は2つに分かれました。会津藩主松平容保の預かり。3月13日に京を出立し、江戸へ戻った清川は、この後幕府の手で始末されるのですが、一緒に戻った多くの大使は、幕府が再編した新朝組に組み込まれました。問題は残った近藤たちの身の振り方です。清川の率いる本隊から離れ、引き受けてくれる後ろ盾がなければ、自分たちも単なる浪人として取り締まりの対象になってしまいます。
幕府の働きかけにより身元を引き受けたのが京都守護職の地位にあった会津藩主松平容保でした。同時に残留浪士組からも会津藩宛に家持ちが江戸へ戻るまで在京を認めてもらうよう17人の連名で嘆願書を提出します。そこに書かれた名前は水戸浪士芹沢鴨をはじめとする一派と江戸で剣術道場を開き天然理心流宗家四代目を名乗っていた近藤勇を中心とする一派とその他のものでした。近藤はこの道場を通じて土方歳三、井上源三郎、三男圭介、長倉新八、藤堂平助、原田佐之助、沖田総司、斎藤はじめら後に新選組の中核を成す者たちと関わりを持ちました。嘆願書名簿にも彼らの名が見えます。12日の深夜、会津早漏お預かりの身分で残留が認められた浪士たち15日に会津藩本陣に出頭しますが、人数は24人に増えていました。会津藩にとってはこの24人が身分浪士組でしたが、早くもここで最初の内部抗争が起こり、戸内義雄が殺害され7人が京を去ります。長倉新八が残した大使名簿同志連盟控えには残った16人の名前のみが記され、新選組内では彼らが身分浪士組発足時の大使と認識されました。注意すべきは発足時にすでに最初の粛清が行われていることです。その後も対立と粛清を繰り返した新選組でしたが、その目は早くも現れていました。初めての出動後、新選組を名乗る後ろ盾を得た身分浪士組でしたが、懐事情の苦しい中、自主的な市中見回りや新しい大使の募集など活動を続けていました。そんな彼らに待望の正式出動命令が下ります。会津藩と薩摩藩が中心となり、倒幕派公家と御所警備を行っていた長州藩の排除を断行したのです。8月18日の政変ですが、新選組はそれまで自主的な活動であった市中見回りと、夜には御所建礼門の警備を任されました。近藤と芹沢は小具足と烏帽子を身につけ、大使は会津藩の藍印である黄色いたすきを受け取り勇んで出動しました。この出動では目立った戦果はありませんでしたが、役目を忠実に務めたとして、この騒動の後新選組の名を拝領します。これはもともと会津藩の軍政の組織名で、近藤たちにすれば改めて会津藩のお墨付きを得た心地だったでしょう。芹沢鴨粛清。9月16日、筆頭局長を務めていた芹沢鴨が暗殺されます。当時組内では芹沢派と近藤派が対立を深めていました。水戸藩士出身の芹沢が農民の出の近藤を見下すような言動があり、また芹沢が色町で深酒をした挙句乱暴を働くことも度重なっていました。しかも浪士組の名を借りて裕福な商人に資金援助を申し込み、断られると店を破壊したり主人を殺害したりする事件が頻発しましたが、会津藩はその背後に芹沢がいるのではないかと疑っていたのです。事態を憂慮した会津藩は近藤派に芹沢の処遇を検討するように命じ、対立を深めていた近藤たちは良い機会と酒宴の後そのまま寝込んだ芹沢一派を襲い、これを討ち果たします。襲撃者は土方、沖田、原田、三男らでしたが、この後局長近藤、副長土方、三男両名の新体制で新選組は再出発します。池田屋事件。明けて源氏元年1864年6月5日、新選組の名を一気に高めた池田屋事件が起こります。前年8月の政変後、各地へ散っていた長州系の反幕府派の浪士たちが京へ戻り再起を図ろうとしていました。一方幕府は攘夷の実行もできぬまま、将軍家茂も2度目の上洛を終え江戸へ帰ろうとしています。
新選組の中でも様々な出自を持つ大使たちの意見は分かれ、倒幕を称える者さえおり、脱退者が相次ぎ、当時大使の総数は48名と芹沢暗殺時より3割も減っていました。それでも市中見回りを続けた大使がある日火事現場で不審な男を捕まえます。その口から長州の尊王攘夷派老子が幕府転覆を目指して250人余り京に入り込んでいるとの情報を得ます。この証言をもとに探索を続けた結果、風の強い日を選び御所に放火、中川の宮朝彦親王や松平容保を殺害、孝明天皇を長州へ連れ去るとの計画が明らかになりました。証拠となる戦支度や密書なども発見され、新選組は急ぎ会津藩にこれを伝えます。6月5日夜、会津藩と取り決めを交わし、新選組は不審箇所の捜索を開始します。四条通りから北上してきた近藤隊が三条小橋で旅籠池田屋の怪しい動きを察知します。屋外に数名の大使を残し、近藤、沖田総司、長倉新八、藤堂平助ら10名が店に押し入り、手向かえば切ると言い放ち、捕縛を開始します。長州勢は激しく抵抗しますが、土方隊が駆けつけ、会津、彦根、桑名などの藩兵も出動し、周辺でも捕り物が繰り広げられました。一刻ほどで戦いは終わりましたが、長州勢の死者は10名ほどで、吉田松陰の弟子も含まれていました。これが世に言う池田屋事件で、翌6日の昼、新選組は壬生の屯所へ引き上げますが、幕府転覆計画を防ぎ、尊王攘夷派老子の残党を壊滅させ、京の治安を守ったとして、その名は大いに上がりました。やっと京の治安維持実行部隊として認められたのです。おかげで大使も増えていき、70名ほどになりました。しかし話はこれでは終わりませんでした。多くの同胞を失い、藩主不死の官位まで剥奪された長州藩は、藩主の汚名をすすぐため軍を率いて上洛すべしとの新発論が藩内で力を持つようになり、幕府との全面戦争へ舵を切っていくのです。前編では新選組の発足から世間に認知されるようになった池田屋事件までを見てきました。次回は京の都を離れた彼らがどんな道をたどるのかを追いたいと思います。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。こちらの軍配の上にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてください。あとこちらのサブチャンネルで新選組の中編をお送りしていますので、もしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。